日本鹿児島県鹿児島市西意識西意識は鹿児島県鹿児島市の町定。郵便番号は西意識1丁目から西意識4丁目までは890-0002、西意識5丁目から西意識7丁目までは891-1202。人口は8042人、世帯数は3977世帯。西意識1丁目から西意識7丁目まであり。 西意識一丁目から西意識七丁目までの全域で住居表示を実施している。鹿児島開発事業団によって意識団地として開発された住宅団地の区域からなる。鹿児島市の北部、高月川中流域に位置しており、高月川支流の花の川、長板川に挟まれた丘陵地帯にある。全域が意識団地として大地上に宅地造成された。 新興住宅地であり、市営住宅や国家公務員共同宿舎も所在している。町域の北方には、岡野原町、花野、光が丘、川上町、南方には、石木町、東方には、下田町、西方には、石木、千年がそれぞれ隣接している。ほぼ中央部に、石木中央公園が所在し、その付近に、鹿児島市立西石木小学校がある。 北部には市営住宅や国家公務員共同宿舎などが所在している。西意識の高齢化率は鹿児島市内の平均を上回る37.85%であり、高齢化が深刻となっている。現在の西意識の区域は鹿児島市から委託を受けた鹿児島開発事業団によって意識団地として建設された住宅団地である。 1967年に事業化し、1968年4月に着工、1977年に事業が完了した。造成面積は88万4千平方メートル、総事業費は27億4917万円であった。予定面積の3分の1は、すでに総合商社である丸ニが買収を進めており、残りの部分についても丸ニが、 用地買収を行い鹿児島開発事業団が買い取る形を取り一部の区域については鹿児島開発事業団が直接用地買収を実施した一番最初の分譲は1968年12月より開始され1971年にすべての区域の宅地造成が完了した1974年には石式団地内に 鹿児島市立西意識小学校が開校した。1977年7月11日に、意識団地地区において住居表示が実施されることとなった。これに伴い、7月6日に鹿児島県広報に掲載された町の区域の設定により、町域の再編が実施されることとなり、意識団地の区域にあたる意識町の一部より、西意識1丁目、西意識2丁目、 西意識3丁目、意識町、岡野原町の各一部より、西意識4丁目、岡野原町の一部より、西意識5丁目、西意識6丁目、岡野原町、川上町の各一部より、西意識7丁目が設置された。以下の表は、国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。私立小中学校に通う場合、 学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。